皆さんこんにちは。今回は冷凍庫 PC をいろいろ改造したよ、という紹介です。これまでの冷凍庫 PC では、冷凍庫内に PC を組んで空冷や水冷の冷却システムを使って動作確認をしてきました。最低マイナス18度 C の空気や冷媒を使ってオーバークロックやベンチマークをやってきましたが、その中で問題が出てきました。結露、そして低温下の動作不良、これら2つです。結露は結構前の動画から取り扱っている内容で、一応の対策はすでに講じています。ペルテソシやシリカゲルなどを使って冷凍庫内の空気を除湿するといった対策です。その効果もあってか、湿度の上昇や結露、霜の発生を抑制でき、今も故障なく動作してくれています。でもまだできる対策がありました。低温下の動作不良というのが、冷凍庫内の空気をマイナス18度 C まで冷やした時に生じた、マウスカーソルの動作がカクカクになる現象です。詳細は省きますが、原因はマザーボードの過冷却と見ています。液体窒素冷却みたいにガンガン冷やしても大丈夫な CPU と、低温の耐久性がわからないマザーボード。おそらくマザーボードが低温に弱かったので、これらを一様に冷やしてしまったのがまずかったんでしょう。そんな問題に対応しようと今回の改造に至っています。まず低温下の動作不良について、PC を冷凍庫の中ではなく外で組んで、冷凍庫では水冷の冷媒のみを冷やし、そして冷えた冷媒で CPU など冷やしたいところをスポット的に冷却する、そんな冷却方式に変更しました。これによって PC パーツごとに冷やし方を調整しやすくなりました。一方で冷凍庫の外は普通の室内の空気です。湿気を含んでいて、低温の物体、表面には結露が出やすい状況です。冷やしたいのに結露で PC が壊れちゃったら元も子もないってことで、冷凍庫 PC の構想当初はパスしたアイデアでした。ですがこれまで結露対策の経験を積めてこれたので、今回の冷却方式に挑戦することにしました。その結露対策として行った改造の内容が、組んだ PC を入れるケースの2層構造化です。これまでの対策は PC に接する空気を除湿することで結露を防止していました。さらに対策を強化して、結露の原因になる湿気を含んだ空気を侵入しにくくさせています。組んだ PC を設置して乾燥させた空気を満たしている部分を内部、普通の室内の空気がある部分を外部として、その間に除湿させた空気をただ充填させただけの中間部を設けました。これによって湿気を含んだ空気は PC まで簡単に到達できないでしょう。といった感じで予定していた改造だったのですが、実は、改造するついでに色々作っちゃいまして。冷凍庫の外で PC 冷却となると、冷えた冷媒は PC の発熱以外に室内の空気からも熱を奪って温まっちゃうよなぁと思い、ケースのパネルの断熱性を高めようと真空層を作れるようにしちゃいました。普通の空気の 5% 以下まで真空化でき、24時間経っても 10% 程度まで真空維持できるパネルができました。パネル越しの室内空気からの熱移動を抑制して、冷媒は PC の発熱のみを処理してくれる、そんな狙いです。あと冷凍庫内で PC を組まなくなってスペースができたので、以前から話していた氷蓄熱を導入しちゃいました。計画ではこの改造後に実施する予定だったんですが、一気に作っちゃいました。氷蓄熱とはあらかじめ水を凍結、というか凝固させ氷を作り、氷を溶かすことで暖かい冷媒の熱を奪っていくシステムです。氷を溶かして熱を奪っていく、これが氷蓄熱のポイントで、個人的には冷凍庫 PC を組むきっかけになる部分です。固体から液体に変わるような状態変化がないただの温度変化だと、大して熱を処理できずすぐ温度が上がってしまいます。ですが氷を溶かすという状態変化を入れることで、多くの熱を小さい温度上昇で処理することができます。どんなものかということでちょっと数値的な例を挙げると、例えば20度 C の水とマイナス10度 C の氷。それぞれを20度 C 所温させて40度 C の水と、氷は溶けて10度 C の水になるまでの熱量を簡易的に求めると、こんなもんになります。4.7 倍くらいです。熱量じゃなくて電気ケトルといった家電とかで温めるのに必要な時間で考えると、仮の話ですが水の場合56秒、氷の場合は264秒、やはり 4.7 倍です。状態変化って熱的に劇的な変化で、この現象を PC 冷却に使うことにしました。冷凍庫を使って PC を組もうとした理由も、冷蔵庫より低温で PC 性能をより発揮できそうということだけでなく、より低温だから氷が作れ、多くの熱を処理できる、つまり PC の発熱を長時間処理できる、そんな狙いがありました。
実際に私が製作したものだと、凍らせる液体は好きな温度で凝固融解できるようにして、一斗缶みたいな天切り缶という鉄製の缶に 15kg 分を入れて準備しました。この鉄缶に入れた液体はすべて凍らせず、最大でも 5kg 分の氷ができるように調整しています。で、凍らせる液体と CPU 冷却で循環させる冷媒は銅管を使って熱交換させる構造です。といった感じで今回の改造では、冷凍庫を使った冷却方法の変更と、2層構造といった結露対策を講じた PC ケース。そしてついでに断熱性強化として真空層を付与した PC ケースパネル、PC 発熱を安定的に処理することを目的とした氷蓄熱。いろいろまとめて作っちゃいました。できたものを見ると、でけえ。通常は CPU クーラーとファンでこと足りる冷却ですけど、低温下で冷却したいと思った結果、こんなサイズになっちゃいました。大きさにして幅 1240mm、高さ 850mm、奥行き 450mm で、私が以前使っていたミドルタワー PC ケース 9.4 個分の容積でした。9.4 倍か。このスペースを使って冷やしている PC は1台のまま、おかしいな。しかも冷凍庫とケースで冷媒を循環させるホースが途中にある都合で、一度組み立てると位置を兄にずらせなくなります。正直、不便で邪魔です。ですがケースを一から自作したのでパネルを樹脂にでき、以前より PC を観察しやすくなりました。ちなみに使った樹脂パネルは全て静電気対策を施しています。で、観察のしやすさと断熱性を両立するために作った真空層付きのパネル。制作する前の段階では、これを本当に作ることができるのかとても不安でした。真空を維持するには隙間なく密閉できる構造が必要なんですが、DIY レベルで作れるかなぁと思っていました。真空に引けても1時間もしたら外気圧の 50% くらいまで空気が入り込んでしまう。常用を考える以前に実験用としても使い物にならないかもしれない。でも実際にできたのは複数枚を一気に真空引きして24時間経っても 10% の真空を維持できます。予想以上の出来でした。まあ商用のヒートパイプとかと比べると、24時間で圧力が上がっているのでメンテフリーなんて夢のまた夢ですが。今後の制作も動作確認も実験というスタンスなので、24時間、1日1回のメンテなら私は許容しました。今回の制作物の中でも大変満足のいくものです。そんなこんなで作った新しい形の冷凍庫 PC ですが、実際に動かしてみると、微妙な、感じ、といったところです。いや、若干悪い結果ってところでしょうか。まず氷蓄熱の準備で事前に冷凍庫を稼働させ、庫内空気の温度がマイナス 25°C、冷媒はマイナス 18°C になりました。この時点ですでに想定を外れていたのですが、そのあたりは次回紹介するとして、マイナス 18°C まで冷えた冷媒ですが、この時点では冷凍庫とケース間で循環させていません。氷蓄熱で早く氷を作るために、ケースと冷凍庫の冷媒は個別のループで循環できるように配管していました。で、PC を低温化させるために配管をいじり、ケースと冷凍庫の冷媒を循環させ始めると、冷凍庫側の冷媒の温度は上がり始めて、マイナス 3°C 付近まで所温しました。15°C アップです。個別に冷媒循環させているときはケース内の冷媒や空気、というか PC パーツなどケース内の設置物すべてが常温です。冷凍庫で冷やされた冷媒はまずケース内にある常温の物体から熱を奪うことになるので、所温して当然なんですが、結果的にマイナス 3°C で安定しちゃったんです。この時のケース内の冷媒は 0°C 付近でした。PC を稼働していない限り、ケース内で発熱するものがないのでケースが断熱されていれば一時的に所温しても、時間が経てば温度低下してくれるはずでした。ですが温度低下せずに安定しちゃいます。ということはケース内に熱が入ってきている、断熱できていないということでした。真空層付きのパネルが意味なかった、かというとそうでもないみたいなんです。事前に真空層による断熱効果を比べるために1枚の樹脂パネルでケースを組み立てたところ、違いは一応ありました。また1枚のパネルでは室内の空気と接する表面に結露が出ていましたが、真空層付きでは見受けられません。真空断熱の狙いだったパネルからの熱伝導は一応抑制できているようです。ってことは遠赤外線とか電磁波が関係する副車ですかね。あれならアルミシートとかを被せれば防止できるんですが。気がついたのが装置や PC の動作確認終了後、この動画の制作時でした。なのでこの状態で PC の動作確認をやりました。そういえば結露が出てたついでですが、1枚パネル使用時は室内の空気に接するパネル表面に結露ができていましたが、
空間部のパネル表面には結露はありませんでした。除湿した空気の効果が出ているようです。PC があるのはさらに内部なので、湿気を含んだ空気は侵入しにくくなっているはずです。空気の除湿に加えて湿潤な空気の侵入防止、結露対策も強化できたと思います。そんなこんなで0度 C になったケース内の冷媒を使って、PC の動作確認です。起動、操作性は OK です。まあこれまでの冷凍庫 PC でもマイナス18度 C くらいまでは特に問題なかったのでこんなもんでしょう。ベンチマークもやってみました。定格動作では CPU 温度57度 C、スコアは2110ポイント。オーバークロックして 4.6GHz 動作では CPU 温度85度 C、スコア2408ポイントでした。前回制作した不等液水冷の定格、オーバークロック動作時よりは高温、そんな結果になりました。まあ PC を冷凍庫から出したので CPU 温度が上がってしまうのは仕方ありません。ケースの断熱がうまくできていればさらに冷やせたんでしょうね。ベンチマークの結果は困難でしたが、ここからは冷凍庫 PC で初めての試み、ストレステストをやってみましょう。氷蓄熱の目的だった安定的な熱の処理ができているか、長時間 PC を稼働できるかを見ていきます。ただケースの断熱性が予想より悪い関係もあったりしてあまり期待できませんでしたが、どうせ作ったんだし一度やってみるかと、記念作り的に挑戦です。使ったストレステストは OCCP、1時間走らせてみました。CPU の動作設定は 4.6GHz と言いたいところですが、エラーが出たり、サーマルスロットリングが起きていたり、しまいには気づかぬうちに再起動しちゃっていたので、動作設定は 4.5GHz にしました。ストレステストを乾燥させて熱を処理できているかの判断が優先です。で、テスト開始時のケース内の空気温度は 3.1 度 C、冷媒は 0.8 度 C、冷凍庫側は空気マイナス21度 C、冷媒マイナス 2.9 度 C です。テスト中は徐々に温度が上がってきます。今回の氷蓄熱だと発熱の処理が追いついていないみたいです。冷媒の熱が氷蓄熱に渡しきれておらず温度が上がってしまい、空気の温度も上がっていくという感じでしょうか。ひとまずテストを続けましょう。1時間経ってテスト終了です。ストレステスト的にはエラーも出ず普通に乾燥しました。で、気になる温度です。ケース内の空気は 13.2 度 C、冷媒は 11.2 度 C、いずれも10度 C 近く上昇しました。もはや冷凍庫を使った温度というか、冷蔵庫でもなさそうな温度です。ですが冷凍庫側の温度は空気マイナス16度 C、冷媒は9度 C 付近でした。さすがに冷媒は暖かくなっちゃいましたが、冷凍庫内の空気は低温の状態を維持してくれています。氷蓄熱が冷媒と冷凍庫の空気の間で緩衝材みたいに熱を蓄えてくれて、急激な温度変化を抑制しているようです。とはいえ冷凍庫的にはいくら冷やせどもなぜか温度はじわじわ上がっていく、というきつい状況に変わりませんが、単に冷凍庫だけで冷やすよりは、わずかでも冷凍庫の力を引き出せたかなぁと思います。以上、今回冷凍庫 PC の改造を機に製作したものの紹介と諸々の動作についてでした。冷凍庫の外で PC を冷やす方式に変更し、結露対策や冷却方法を改善、できたでしょう多分。ですが PC などを低温に維持する断熱性はうまく作れませんでした。結果的にシステム全体の温度が上昇しています。そのため PC 動作はこれまで冷凍庫 PC と比べて控えめです。そしてこれまでと異なる面として氷蓄熱を導入し、これまでの冷凍庫 PC では難しかった長時間稼働を実施できました。まあ正直狙い通りの稼働ではなかったんですけどね。仮の話ですが、結露対策や冷却方法の改善を無視して、従来の冷凍庫内に PC を組む不等液水冷に、氷蓄熱を導入すれば、低温化と長時間稼働がどちらも実現できそうです。やらないんですけどね。そのあたりの話は次回紹介します。すべてうまく動いたわけではありませんが形にはなったという点で、自分でもこんな装置を作れるんだなぁと満足しました。問題もありましたが、もろもろいい経験になったので今後の制作に活かしていきましょう。今回の動画はこれで以上です。次回はこの改造で作ったものの検討内容や制作過程などを紹介しようと思います。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。